理算数理工学の12回目の授業を始めていきます。授業はですね、あと2回なんですけれども、その最後の2回はマルコフ連鎖という話をしていきます。で、今日は基礎の話になります。はい。でですね、今日の目標はこれになります。マルコフ連鎖を扱うんですけども、以下のことができるようになってください。まず、水行列と状態遷移図というものを用いて、マルコフ連鎖というものを表現したり、記述したりするんですけども、それができるようになるですね。あとですね、その時間発展を考えるんですけども、それはそのチャプマン・クルムグロフ方程式というものを使って行うということになりますので、それができるようになると。あとですね、定常分布という考え方があります。で、それとですね、このマルコフ連鎖の復元という概念があるんですけども、これがちゃんと関連付けられるということです。でですね、この講義では、今日というのは今回と次回なんですけども、マルコフ連鎖という言葉を使っていくんですけども、これはですね、厳密に言うとというか、もう少し詳しく言うと、静止離散時間有限状態マルコフ連鎖と呼ばれるもので、そうするとですね、つまり静止でないものとか離散時間でないものとか有限状態でないようなマルコフ連鎖っていうのもあるんですけども、それは扱わないということになります。はい。で、どういうことをしたいのかということの、まず、動機ですね。この離散数理工学の後半は、この確率、離散確率論というふうな表題でやってるんですけども、特にですね、時間発展をとともに変動する事象を確率によってモデル化したり、解析したりするってことを、あと2回でやっていきたいなと思います。で、その時によく使う、道具がマルコフ連鎖になります。で、ここにある例は、株価ですね。株価はですね、株価かな。株価は、時間的に変動する。これは、1年の軸が、時間軸が横軸にあって、縦軸が株価です。で、それは時間的に変動するわけですけども、その変動っていうのは、もしかしたら決定論的に変化してるかもしれないんですけども、我々が、モデル化するときには、確率的にモデル化することをよく行います。で、その、時間の伴って変化していくってことが、この時間発展というふうに呼んでいる部分になるわけですね。で、こういうものをですね、モデル化して解析する。つまりその、例えばですね、制御をしたりとか、予測をしたりとか、そういうことをしたいなっていうふうには思うわけですけども、なかなか難しいわけですね。だからそれはもしかしたらモデル化の方法、確率によるモデル化があんまりふさわしくないのかもしれませんけども、今のところ我々の、見解というか、その科学的な知見っていうのは、こういうものを、本当に予測したり、制御したりするほど、整ってはいないというか、よくわかってないということになるわけですね。でも、そういうものを扱いたい。将来的には。とにかく確率によって扱いたい。ということになります。で、もう一つ例ですけども、これ天気って書いてますね。これ2021年11月、12月、東京の天気ですけども、天気を予測するっていうのは、これなかなか難しいですね。だからこれもその、確率によってモデル化することもあったりしますし、そうでないこともあったりします。で、ここら辺は難しい話なんですけども、一つのモデル化の方法として確率的にモデル化する。で、そうするとですね、例えば、雨の日っていうのはですね、こう続きやすいとかですね、晴れの日も続きやすいですけども、そういうようなことっていうのは、あるかなって気が、するわけですよね。なので、そういう形のモデル化できるかもしれないと。じゃその続きやすいっていうのを、その確率的にモデル化するってことはできるかもしれない。これですね。で、それモデル化したら解析できるかもしれない。ということになるわけです。で、こういうものを思い浮かべてもらいたいというわけですね。で、ちょっと、それをもとにして、次のような例で、まずマルコフ連鎖というのはどういうものなのかということを紹介したいと思います。で、その後に定義をします。例から始めます。で、このような例というか状況を考えましょう。で、これは架空の例なので、あんまり真に受けないでくださいということですね。で、次の状況を考える。で、これはですね、ある町の天気を考えます。そこの天気はですね、晴れか曇りか雨のいずれかです。晴れか曇りか雨のいずれかですね。で、F とか C とか R ってことで、その晴れ、曇り、雨っていうのを、表していくことにします。晴れはファイン、曇りはクラウディ、雨はレイニーだと思ってください。ということで、この3種類の天気がこの街にはあり得るんですけども、だから雪とか降らないと。あるいは雪は雨と。
思うとかですね、そんな感じです。で、天気は毎日、この街ではですね、確率的に変わります。すごいですね。で、晴れの日の翌日の天気が晴れである確率っていうのは2分の1です。はあ、晴れの日の翌日の天気が曇りである確率は3分の1です。こんな感じですね。で、晴れの日の翌日の天気が雨である確率は6分の1です。こんな感じで、この9通りですね。今日の天気と翌日の天気の組み合わせが、9通りあるので、これ、まあ、9個の数値が書いてあるとなりますね。で、これはですね、ちゃんと確率を表しているためには、今日の天気が何であるかというか、例えば今日の天気が晴れである、という条件のもとで、明日の天気は何でしょうっていうところの確率の和が1になっている必要があります。この場合はですね、例えばですね、この3つですね。この3つこれ足すと、2分の1プラス3分の1プラス6分の1ですから、これまあ1になると。だからその晴れの日、今日が晴れの日であるという条件のもとで、次の日の、天気が何になりますかっていうことの確率の和は1になります。で、同じように今日の天気が曇りである場合の明日の天気の、起こり方、まあ、確率をこれ全部足すと、これ3分の1プラス3分の1プラス3分の1で、これも1になっていると。で、最後のところは今日が雨の場合ですね。で、その、確率の和は2分、あ、4分の1プラス2分の1プラス4分の1、これも1になっているということで、まあ、ちゃんとここに書いてあるですね、数値は、まあ、ちゃんとその確率として意味があるものになっているということは、まあ、注意する必要があります。まあ、適当にこの数字を並べれば、ちゃんと確率になるというわけではないということですね。で、まあ、こういうような間違いがあるとします。で、ここに書いてあるのは、今日の天気が何であるかということによって、次の日の天気が決まるということを、まあ、確率的に決まるということだけを言っています。じゃあ、問いですね。例えばこういう問い。今日が雨であるとき、2日後も雨である確率はどれだけでしょう？これはですね、ここに書かれている数値だけから決まります。で、ポイントと書いてますね。次の日の天気に関する確率は前の日の天気だけから決まるということがポイントです。だから、今日の天気が何であれば、明日の天気が何ですかって確率はここに書いてあるんです。で、この情報だけから2日後の天気の確率も分かりますっていうのが重要なんですね。1日の分の差しかないのに、差し差差というか、その情報しかないのに2日後も分かるってことですね。じゃあ、これどうやって分かるのかということを考えていきたい。で、そうするとですね、まず、この状況ですね。今、ここに9行これ書いてあるんですけど、これ見にくいので、次のような行列で書くってことがよくあります。まあ、これ、今後なんか P とかっていう形に書いていくことが、そうですね、ありますが、これはですね、行と列があって、その、今その天気の種類は晴れ、曇り、雨、FCR だけなので、その FCR に対応する行と列があるというふうになっています。で、天気は行から列へ推移するというふうに見ます。例えばですね、今ここで、これ3分の1書いてますね。これは何かっていうと、これは、天気が C である日の翌日の天気が R である確率ということになるわけですね。これが3分の1ですよってことを言ってる。で、今ここでその C とか R って言って、これ C はこの部分に対する行ですね。で、R じゃあこの部分に対応すると。列に対応するということになっているわけです。で、こういうふうに読むと。で、そうすると、まあ、その曇りの日の翌日が、雨である確率3分の1。前に戻ってみますと、曇りの日の翌日が雨である確率3分の1。まあ、ここに書いてあるのとちゃんと同じになってますね。という形で、この行列を作っていると思っていただきたいわけです。で、まあ、そうすると、先ほど、まあ、9行で書いてみたものが、この 3×3 の表になるので、まあ、もう少し見やすいかなという気になるわけです。これ、気になるだけじゃなくて、ちゃんとこれ、行列として意味がある、ってことを、今後見ていきます。だから、これは、ただ単なる表ではなくて、ちゃんとやっぱり行列であるということに今後なっていきます。で、もう一つよく、あ、で、このような行列をですね、今考えている状況の推移行列と言ったりしますけども、これまたちゃんと後で定義します。で、もう一つの表現方法としてですね、この状態線図というのがあります。どういうことかっていうと、これはですね、いわゆる有効グラフなんですね。
有効グラフであって、どういうふうに有効グラフを作っているのかっていうと、今この FCR ってこの、考えうる、天気3種類あるわけですけども、それがこのグラフ、有効グラフの頂点になっています。で、その頂点の間にこの矢印ですね、これ、こと言ったりしますけども、こう、こうですね、こと言ったりしますけども、このこういう矢印ですね。で、それが、その、なんていうんですか、この頂点間に引かれてる。で、この矢印の始点から終点へ推移すると。矢印の始点と終点どこかっていうと、ここは始点ですね。こっち側が始点。で、こっち側が終点ですね。で、始点から終点に推移すると。推移すると。それで、それはどういうことかっていうと、今この F から、C から R に向かって矢印ありますけども、これは何を表しているかというと、ですね。何かっていうと、天気が C である日の翌日の天気が R である確率が3分の1であるということを、まあ、表しているわけです。で、ここで先ほどと何があるかとすると、この C っていうのがこの初めの方ですね。この始点の方に対応していて、R っていうのがこの終点の方に対応している。で、これ3分の1っていう、ですね。3分の1という値は、この矢印のところに書かれている、この数値に、対応するということになるわけです。で、まあ、このような形で、まあ、ここにはその9個矢印が書かれているんですけども、その形で表現できるということになるんです。でですね、例えばですね、今、この上の方に、この F から F に戻っている、矢印、個があるわけですけども、この場合は、天気が F である日の翌日の天気が F である確率が、2分の1であるってことをここで表しているということになるわけですね。だから、そういうような個もあると、その自分に戻っていくような個っていうのもあるということになるわけです。いいでしょうか。で、まあ、こんな形で表現することもあります。で、まあ、これを状態遷移と言ったりします。で、先ほど考えたかったです。問題をもう一度思い出すと、どんなんだったかというとこですね。計算したかって言ったら何かっていうと、今日が雨であるときに、2日後が雨になる確率なので、まあ、これ条件付き確率の形で、まあ、書けるわけです。で、今日が雨があるという条件のもとで、2日後が雨になりますよという条件、確率ですね。今、ここに書いてあるのは、その今考えている、状況の状態遷移です。じゃあ、これを計算しましょう。で、どうするかっていうと、まあ、こういう形で書けるわけですね。これは、いわゆるその場合分けをしているわけです。何かというと、今日が雨、2日後が雨ってことを考えるんだけども、その途中にあるその、今日に対して1日後ですね。1日後の天気が何であるのかによって場合分けをしてると思ってください。で、それが、晴れなのか、曇りなのか、雨なのかって形で、場合分けをしてしています。で、場合分けをするときに、まあ、これが、正しく言うと、本当にイコールなのかってことは、ちょっとこれは、まあ、ちゃんと、確かめなくてはいけないんですけども、これは、実は正しいです。正しいです。うん。で、これは後で説明します。ということになります。でですね、何かっていうと、この、今日が雨であるという条件のもとで、2日後が雨であるという確率のときに、1日後が晴れなのか、曇りなのか、雨なのかという場合分けすると。ということになります。そうすると、例えばその1日後が晴れであるところは、という場合はどういう形になるかというと、これが出せがきます。これ何かというと、今日が雨であるという条件のもとで、1日後が晴れである確率と、1日後が晴れであるという条件のもとで、2日後が雨であるという確率。で、こういう式で書きます。で、それを、場合分けによって足し算をしているという形になります。で、申し上げますけども、これはどのように正しいのかということを後で説明します。でですね、それで、ポイントは何かっていうと、ここに出てきている確率は実は、このですね、状況から全部わかるんです。なんでかっていうと、先ほどですね、今日が雨だったら、その時に、あと、その状況のもとで1日後が晴れになる。という確率は、だからこれは、R から F に向かっていく、この矢印を見れば、わかる。4分の1。ここは、これ4分の1ということがわかる。こういう形になるわけですね。こういう形になるわけです。ではですね、このじゃあ1日後が晴れである
という条件のもとで、2日後が雨になるという確率は何でしょうって言ったら、これは、この1日後と2日後っていうのは、その間がですね、1日しか空いてないわけですね。だから、晴れの日の後に雨になる確率と同じなわけです。だからですね、これは、まあ、こう書いてるんだけども、これは実際には、等しい、1日後が雨、ちょっとまず書きますね。1日後が雨。で、条件が今日が晴れ。っていうのと同じなわけですね。その、天気の移り変わりの確率っていうのは、その、1日違えば、それはどこでも同じになっているので、これになるわけですね。だから、この1日後と2日後の関係と、今日と1日後の関係同じになるわけです。で、そうするとですね、ここに書いてある、確率っていうのは、この図で言うと、今日が晴れで、明日が雨だから、こっちがですね、この矢印の、確率に対応すると。ということだから、これが6分の1になると。ということになります。で、こんな形で、ここに書かれているですね、6個の、確率は、全部、この表、や表とか図を見れば、読み取れます。で読み取って、まあ、計算するとこんな感じになるということですね。で、これ、まあ、計算ができて、48分の13。が、まあ、これ 0.271 ぐらい。という形で、まあ、この計算したい確率は出てきます。ということになります。いいでしょうか。もう一度言いますけど、初めの統合がなんで正しいのかってことは、後で、ちゃんと説明します。まあ、証明します。と言いましょうかね。はい。という形になります。でですね、これは今、まあ、こういうふうに計算できますよというふうに言ってるんですけども、これはですね、行列の形で見てみると、こんな形になるというのが次のページに書いてあります。今ですね、この P っていう行列が、あったんですけども、まあ、これ行列ですね。行列が 3×3 の行列なので、この P の2乗っていう、行列も考えることができます。ただ、これは行列の積ですね。この P が2つあって、行列の積考えると。で、これ積を普通に計算すれば、こんな感じで計算できます。で、そうするとですね、実は先ほどの、今日が雨であるという条件のことで、2日後が雨になる確率っていうのは、この2乗のここに出てきます。これ48分の13。ちょっと申し訳ありません。これですね、48分の13。これ、ここですね。で、これは、先ほどの計算式というのがありますね。これですね。6分の1かける4分の1プラス3分の1かける2分の1プラス4分の1かける4分の1。これはですね、2つのベクトルの内積とも見れるわけです。2つのベクトル、6分の1、3分の1、4分の1と、4分の1、2分の1、4分の1の内積とも見れるわけです。でですね、じゃあ、この2つのベクトルっていうのは、先ほどの、行列のどこに出てきたかっていうと、6分の1、3分の1の内積、ここなんですね。で、もう一方、4分の1、2分の1の内積、ここにあるわけです。で、この内積がちょうどここに出てきている。これは、いわゆる行列の積の計算の仕方、定義に、まあ、乗っ取ってるわけですね。この、だから3行目と3列目の、積が3行3列の成分だという形ですね。で、これは実はですね、他のところもですね、そうなんです。そうなんです。何かっていうと、例えば今、ここの、一つ上のところ。これ今4分の1なんですけども、これ4分の1。これは何かっていうと、これは実は、今日の天気が C の時、2日後の天気が R となる確率です。でこれは先ほど の,、ま、あの計算方法と考え方を、この今日の天気が何で、2日後の天気が何なのかと変えることによって得られる。で、計算の仕方も同じ。で、やると、ここの成分で、ということになるわけですね。で、こんな形で、2日後の天気に関する確率っていうのは、だからここが1、今日。で、だから行の方が今日。で、列の方が2日後に対応する形で、この P の2乗っていう、行列積というか行列の類乗の中に現れてくるということが言えるわけです。で、これがなんで言えるのかということも後で説明します。で、まあ、これはだから、まあ、計算の仕方と、こういう、まあ、この内積で、先ほどのページですね。この計算の仕方を内積で、解釈し直しただけなので、本質的になるのはここですね。この等式が何で成り立つのかということになります。で、これは後で
説明すると言ってますから、だからその P の2乗って何でそこが出てくるのかってことも後で説明するということになります。はい。で、こんな形で先ほどの問いというか例は答えられるということになります。で、こういうことをやしていくんだよというようなイメージを持ってもらって、このマルコ・フレンズの定義と表現っていうのを、実際に定義、扱っていきます。はい。でですね、まず設定があります。これは時間発展を考えるので、時刻を、伴うわけです。で、ここではですね、ちゃんとこれ時刻っていうことは使ってますけども、ちょっと日本語の話をすると、ですね、日本語の話なのか英語の話なのかわかんない。まあ、英語で、英語でですね、タイムっていう、英語ありますけども、これはですね、時間と訳したり、時刻と訳したり、するわけですけども、まあ、基本的に、時間と時刻っていう、日本語が表すものは、まあ、違うと思ってほしいんですね。で、例えば、まあ、いわゆるですね、このなんか時間の進み方、まあ、時間軸。とよく言うかもしれないですけども、まあ、これなんで時間軸というのかもちょっと、まあ、多分、うまい日本語だけがなかったと思いますけども、まあ、時間軸と言いますけども、しまった、色がいい。ですね、この時刻って言ったら、この時間軸の中の、この、一点ですね。これが時刻です、ね。例えば、その、なんか、6時30分とか、時刻なわけですね。それだから、これを、この時間軸における一つ、一点が、この時刻に対応するわけです。で、一方ですね、時間っていうのは、どちらかというと、まあ、イメージとしては、時間っていうのは、この幅を持ったものですね。この、だから1時間とかって言ったら、まあ、1時間ですよね。1時間。だから、でも、その場の時間っていうのは、まあ、その単位なので、ちょっと言い方ができませんけども、でも、まあ、時間というときには、だいたい、だから、その、時の間って感じですから、その、長さを持ったものっていうか、その幅を表すことが多いような気がします。例えば、その6時半っていうのは時間というかな、まあ言うかもしれませんけども、まあ、紛らわしいので、この一点を指す場合には時刻というふうに呼んだ方が私はいいと思います。テクニカルには、技術的には。だからここでもまあ時刻というふうに呼びます。だからもしかしたらその論文とかですね、他の本とかでは時間と呼んでるかもしれませんけども、私の中ではこれは時刻と呼ぶことにしているということになります。で、これ時刻です。で、それは、0、1、2というふうな形で、この、ま、理算的にというか、その整数の刻みで進んでいくというふうにします。で、ですね、確率変数があって、各時刻 t における状態というのは、先ほどの例で言うと、この xt として取り得るの値っていうのが、その、晴れか曇りか雨に。こんな感じになってますね。xt が書いてある。この書き方はあまり良くないかな。ちょっといけないので、xt が、先ほどの例では XT が取り得る値が F か C か、この方が取りましょうか。この方がちょっと正確なので。はい。ということになります。これちょっとガが読めないんで、ちょっと書き出させますね。が。はい。取り得る値がこうなっている。これ先ほどの例ですね。はい。で、取り得る値全体からなる集合のことを S と言って、今後書いて、これ状態空間と言います。だから、この場合はこの FCR とこれ書いてあるの、これが S です。状態空間です。はい。で、この講義においては、S は有限集合です。まあ、無限集合を扱うとかですね。まあ、無限にもいろんな種類があるので、まあ、一概に無限集合って言い方がいいかどうかもわかんないですけども、まあ、無限集合も講義では扱わないということになります。有限集合で扱います。でですね、XT は、その時刻 T における状態、っていうのは、履歴 X0 から XT-1 に依存する。だから今これは時間発展を考えているので、XT がどんな状態を取るのかってことは、今までの状態に依存するかもしれない。まあ依存しないかもしれないけども、依存するとしても、例えばその未来の、状態に依存するってことは、まあ、その時間発展を考えている上では、まあ、考えにくいわけです。だから、その履歴、今までの、状態、取ってきた状態、まあ、それより、まあ、履歴というと、英語で言うと、ヒストリーですね。履歴に対、依存することになります。だから依存するかもしれないと言っているのは、別に言うとすると、未来の、に起きることには依存しないということです。で、この状況、
状態、状況を考えます。で、ちょっと言い忘れましたけども、この X ということ、T というこの状態が確率変数になるんです。だから先ほどの例で言うと、FCR っていう、3つの状態があるわけですけども、この状態の、どれを取るのかってことは、まあ、わからないわけです。で、それが確率的に決まるので、XT 自体が確率変数になっていると思ってください。はい。で、どうしたっけ、して。で、この状況で、この定義ですけども、確率仮定、ストキャスティックプロセスと英語で言ったりしますけども、ストキャスティックって、多分、普通、生きてても、遭遇しない英単語だと思うんですけども、この確率仮定って言うときは、ストキャスティックプロセスというふうに言います。はい。確率変数の時間仮定によって得られる列のこと。だからこの XT の列です。だから、これは、どういうことを言ってるかっていうと、その中、X0、X1、X2、X3、点点点と無限に続いていくっていう、この確率変数の列のことを、このような形で書いてると思ってください。はい。だからこれは、だから、集合記号のような形なんだけども、だからこの、集合記号のような形なんだけども、列だから、波括弧じゃなくて丸括弧を使って書いていると思ってください。で、これが確率仮定です。で、先ほど考えていたのも確率仮定なんですけども、先ほど考えていたのその研究の実からですね、もう確率仮定なんですけども、その確率仮定の中でも特にある性質を満たす確率仮定のことをマルコフレンザと言います。で、それが次のページの定義ですね。今、この X0、X1、点点点というのが、この状態空間を S とする確率変数とします。で、マルコフレンサと言ったら、これは次の条件を満たす確率仮定のことです。はい。さっきちゃんと言ってなかったことを言いますけども、すいません。言い忘れたことをここで言うと、この N と言ったら、これは自然数全体の集合なんですけど、で、自然数と何かっていうのは実はいろんな流儀があって困るんですけども、この授業では0から始まってします。で、まあ1、0は自然数ではないというふうにする流儀というか、あるんですけども、0を自然数だと思った方が、自然であるという流儀もあったりして、ここら辺はですね、論争があったりするんですけども、この授業では、というか、あと2回では、0は自然数であるというふうにします。だから、人によってですね、何を自然数だと思うのかということは違ったりするので、それもちょっと注意してください。はい。で、それがちょっとした注意で、これ消しますことに、ちょっと今、重要なんだけども、今週と関係ないので消しまして、で、確率仮定のことです。で、どういう条件かっていうと、その条件がここに書いてあります。これですね。はい。で、何かというと、ここに書いてあるですね、条件付き確率があるんですけども、これが下に書いてあるもので等しいですよっていうのが、条件です。で、どういうことかっていうと、これはですね、まず任意の時刻 t と任意の x0 から xt プラス1、小文字のですね。これは具体的な状態です。確率変数ではない具体的な状態です。すいません。具体的な状態です。で、それらに対して、ここに書かれているのはどういう、ものかというと、確率かというと、まずこれは条件付き確率ですね。条件付き確率で、X0 が、スモール X0、X1 がスモール X1、点点点、XT がスモール XT って書いてあるんで、だから、時刻0から t までの状態は決まっているということです。決まっているというか、その条件のもとで考えたんですね。時刻0から t までの状態は、それぞれ、その X0 から XT であるということが、その条件としても決まっているということです。で、その条件のもとで、その次の事項ですね、XT プラス1の状態が、スモール XT プラス1になるという確率です。ですか。だから、その履歴があるわけです。で、履歴が全部この条件部に入っていて、その履歴に基づいて、その次の時刻、t プラス1という時刻において、状態がスモール xt プラス1になるという確率は何でしょうということを聞いてるわけですね、これは。
で、それが、この1番の等式は、これと等しいですと。で、何かというと、この条件の部分が違う。条件の部分だけが違います。ですね。条件の部分だけが違います。で、どう違うかっていうと、上の条件の部分における、初めの、X0 から XT-1 までの部分ですね。これが下では消えてるんです。で、この後ろの部分だけが残ってる。この XT イコール XT っていう部分だけが残ってる。ということになるわけです。で、これが等しいですよ。だから、これ何を言ってるかっていうと、この履歴があるんですけども、その履歴に従って時刻 t プラス1の状態が、状態を定める確率が決まるんですけども、その確率っていうのは、その履歴の中で、この x0 から xt-1 は関係なくって、xt、つまり時刻 t における状態だけで、その次の時刻 t プラス1の状態の確率が決まりますよ、ということを言ってるのが一番です。別に言うとするとこれ一番ですね。この式の解釈が一番ですけども、時刻 t プラス1における状態は、時刻0から t-1 における状態に依存しない。それとは無関係で、xt のみで決まる。ということを言ってます。いいでしょうか。で、2番。これとも等しいですよ。言ってます。で、これ何かというと、これはこの、真ん中の式と比べてほしいんですけども、ちょっといろいろ書いたものを消しますね。で、何を比べてほしいかっていうと、この2番の等式は何かっていうと、この、まあ、これ、どこが違うかってことを見ましょうね。どこが違うかっていうと、この添え字が違います。ですか。だから、何を言ってるかっていうと、時刻 t において状態がスモール xt であるという条件のもとで、時刻 t プラス1の状態がスモール xt プラス1になる確率は何ですかって言ってるのが、これ上の方の真ん中の式なんですけども、この、下の式は、時刻0における状態が xt であって、スモール xt であるという条件のもとで、時刻1における状態がスモール xt プラス1になるという確率 x でしょうということを聞いています。これ何かっていうと、時刻 t から時刻 t プラス1の状態が決まるという確率と、時刻0から時刻1の状態が決まる確率は同じですよということを言っています。だからこれはですね、その移り変わる、状態が移り変わるという確率は、時刻に依存しないという確率です。それがこの2番ですね。ですか ?t から t プラス1に動くのも、0から1に動くのも確率は変わらないと言ってるわけです。ですか状態が xt から xt プラス1に推移する確率は時刻に依存しない。と言ってるのがこの2番です。いいでしょうか。これがマルコフレンサーです。それでですね、ちょっとここに言ったら説明ありますけども、これはどういう条件かっていうと、この一番上のですね、一番上の、条件付き確率が定義されるためには、この条件部の確率、条件部が起こる確率が0であってはいけないので、それを、正し書きで要請しているということになります。はい。いいでしょうか。で、これがその22の t と22の5のスモール x の列に対して成り立つということになりますね。いいでしょうか。でそうすると、まあ、この1番の、2番か。2番の、この性質から、その前の状態から次の状態に移るときに、出てくる確率っていうのは、時刻に依存しないってことになるので、その時刻に依存しないから、だから状態にしか依存しないわけです。で、それを PIJ で解きましょう。何言ってるかっていうと、なんか状態 I から、状態 J に移る確率っていうのは時刻に依存しません。だから0から1、時刻0の時から時刻1に移るとか、時刻1から時刻2に移るときもこれ変わらないので、これは全部、先ほどの2番の式から同じ確率になるわけです。で、それを、ただそれは時刻に依存しないので、PIJ というその状態 IJ だけを使って、記号では書けます。ということになります。で、この PIJ のことを状態 I から状態 J への推移確率とか遷移確率と呼びます。はい。で、この、推移確率 PIJ を並べた行列が、先ほど言っていた推移行列になります。で、それが次のページね。ですね。はい。定義で推移確率を並べた行列を推移行列、あるいは遷移行列と呼びます。だから、先ほどはですね、先ほど、天気の例の場合には、この横に、状態書いてました。こんな感じで。
こんな感じですね。で、先ほどと言った、同じように、行の添え字から列の添え字の状態に遷移するという形になる。だから PIJ の I から J に、推移する確率を表したということになります。ですね。これは N×N 行列。N っていうのは、状態数。状態の数だと思ってください。で、まあ、このようにして定義するんですけども、そうすると、まあ、ここに書いてあるような、書いてあるような性質を、この推移行列では持ちます。で、これはまあ簡単に確認できます。まずですね、各成分が0以上1以下です。これはその確率を表してますから、正しい。ですね。で、もう一個、任意の i に対して、この pij の j に関する和は1です。j に関する和なんだけど、どこを考えているかというと、これ各行の成分和です。どこかっていうと、ここですね。これの和が、これって言って、初めて書きますけども、だからそこ1行目に出してやると、だからその書き方でやると、P1J で J が1になりますね。で、これは1じゃないといけない。だこれ、天気の例のところで言ったような言い方すると、今、時刻、0における状態が1であるという条件のもとで、次の時刻1における状態が何になりますかっていう確率を考えると、それは足し合わせたら1にならないと、これが確率を表していることにならないということになるわけですね。それが正しい。で、それはどの行を見ても、等しく同じじゃなくてはいけない。ということになりまして、この性質は、性質は必ず認定することがわかります。でですね、今、マルコフレンサを考えて、そこからこの推移行列っていうのを作ったんですけども、逆に、この2つの、性質を持つ行列を考えれば、そこから、逆にマルコフレンサっていうのを定義することもできます。でそういう意味で、この性質、この性質を持つ行列のことに対して、行列に対して名前がついていて、それを確率行列と言ったりします。これもストカスティックメトリックスですね。と言ったりします。で、その確率行列を持ってくれば、それはマルコフレンサの推移行列だと見なせるということになります。だから、マルコフレンサを定義するということと、この推移行列をこの確率行列に与えるということは、同じことをやっているというふうに見れるわけです。別に言い方すると、マルコフレンサっていうのと、多くの推移行列で過不足なく表現できるということになります。で、もう一つの表現方法として、例でも挙げたものは、この状態遷移でした。で、次のようにして作ったラベル付き流行グラフを、そのマルコフレンサの状態遷移と呼びます。はい。で、頂点集合は状態空間です。先ほどの例だと、これですね、FCR。この場合、もう一度書いてみると、S っていうのは、FCR という3つの状態を持っているんですね。はい。で、PIJ が正の時に、i から j に向けてこう開きます。今、この場合ですね、どの成分も0より大きいので正なので、どの2つの状態間にも矢印、個があるということになります。で、その個の横に pij を付記する。ですね。だからその確率はこの矢印の横に書いてありますよということです。いいでしょうか。で、この右の例は先ほどの、天気の例の場合の状態遷移です。でですね、状態遷移図皆さんはですね、オートマトンとかっていうのを勉強するとですね、あるいは、論理タイプとかですね、を勉強すると、でそこで扱ったことがあるかもしれませんけども、その時の書き方とちょっと違うんですよね。で、この横にこの確率書かないといけないってことになりますから、これがこの書いてあるのは確率です。で、オートマトンとか論理回路で出てくる状態遷移図っていうのは、ビットとかですね、文字ですね。文字読んだら、その文字に応じて状態が変わるかっていう形のことをやるんですけども、それとはちょっと違う、動きが違うので、それは注意をしてください。はい。それはここですね。オートマトンに対する状態遷移図を少し考えます。今、雰囲気は同じ。ですね。じゃあ、今、推移行列、ここに書いてあるものに対して、状態遷移図書いてみたんですけども、その別の例を見ていきましょう。こんな場合ですね。でそうするとですね、この今、例の場合には、成分が0になっているところがあります。でそうすると、これはどこが例えば0かというと、ここですね。F から R に変わる遷移するところが、確率0なので、F から R に向かっていくような
矢印は書かないと。だから、まあ、書かない、書かなくてもいいんじゃない？書かなくてもいいです。だから、これは、これ、この書き方、日本語の表現はちょっと微妙というか、微妙で、PIJ が正の時には書くと言ってるので、PIJ が0の時には書くか書かないかってことは、ここの、書き方には、書き方においては言及されてないわけですね。述べられてないわけです。だから、まあ、書いてもいいです。これ書いて、これを書いて、で書いて、横に0と書いてもらっても、まあ、別に構わないですし、まあ、そういう風に書く場合もあるかもしれません。ただ、普通は、確率が0であるような、状態遷移とか、この矢印ですね。このことは書かないことが多いです。ので、まあ、書かない方がいいかなと思います。ので、まあ、書かないことを推奨しますけども、まあ、書いても構わないと思います。はい。で、この場合はもう一個ゼロのところがありまして、ここですね。これは R か F なので、こっち側ですね。これも今書いてないということになります。はい、よろしいでしょうか。で、これがマルコフ・ウィルズの定義になります。で、まあ、これ今定義しただけなんですね。で、定義しただけで嬉しくなるということはほぼなくて、で、その定義したものがいろんな性質を満たしたり、そこからいろんなことが解析できたりするから嬉しかったりするわけなので、そういうことをやっていきましょう。で、まず、言いたいのは、その時間発展をどのように記述するのかということです。だから、これを知りたい。マルコフレンゼルという興味の話の一つはこれです。任意の t、任意の状態 ij に対して、この確率は何でしょうと。ということは何かというと、x0 イコール i なので、条件がですね。時刻0における状態は i です。で、その条件のもとで、xt イコール j です。時刻 t における状態が j である。という確率は何でしょうということを考えるということです。ですか？ここのとおりですね。時刻0における状態が i であるとき、時刻 t における状態が j である確率です。で、これは、まあ、0のところは決まっているので、だから当てられているのが t と i と j なので、それに応じてこの確率は変わってくるわけです。で、別に言うとすると、この確率は t と i と j にしか依存しませんから、考えている確率のことを、今後、この pij で、上に t をつけるという形で書きましょう。そうすると、pij1 っていうのは、定義から prx1 イコール j 分 x0 イコール i。形になるので、これは、とりも直さず、先ほどの、遷移角ですね。pij と等しいということになるんですね。いいでしょうか。まあ一応、t が0の場合っていうのも、これ、まあ一応できて、x0 イコール j、x0 イコール i ですね。で、これは、まあ時間発展してないので、これは、いわゆるこれ、プロネッカデルタってやつで、まあ、0か1であって、i と j が異なっていれば0で、i と j が等しければ1という形になると。ということですね。うん。という形で、まあ、かける、かけるっていう確率です。だから、これがまず、だから、t が0とか1の場合は、こんな形で簡単にかけるわけです。で、そうすると、初めに、考えたいのは、t が2の場合ですね。t が2の場合。時にどうなるのか。ことを考えたいので、それをやっていきましょう。はい。あ、これも書いてますね。pij1 の場合は、t が1の場合は pij2 になります。で、じゃあ2の場合やってみましょう。でそうすると、まず、まあ、あれですね、ちゃんとやってるために、これ、条件付き確率ですから、x0 イコール i である確率は0じゃないとします。まあ、そうじゃないと、この条件付き確率は定義できないようにそうします。で、pij の2っていうのは、先ほどの定義のまま書きました。で、これを、まあ、どう計算していくのかってことを考えます。はい。で、今からですね、割と重く、式変形をしていくんですけども、一つ一つのステップは、単純なので、丁寧に見ていきましょう。はい。で、まずはですね、この部分。これは、いわゆる、条件式確率の定義です。定義そのまま使っています。定義何だったかっていうと、普通の書き方っていうか、実証 AB とか書くと、まあ、こんな感じですね。PR A かつ B を、B の極
それで割るということですね。うん、今、この B の部分がこれ、A の部分がこれということですね。でそのままこれ上限値を定義。で、書き換えただけですね。で、これ、まあ、分母が出てくるので、この分母は0だといけないということになります。はい。じゃあ、この式をどうする？で、ここで、こういう形になりますね。で、これは、これ、場合分けしたんです。場合分け。で、場合分けで、何をどうしてか、何をどうしてるのかということをまず言わないといけませんけども、この分母の部分をそのまま前に出しています。だから、この和の部分っていうのが、この分子に対応します。なんか、それを書きましょうね。この分子の部分が、この和の部分に対応します。で、和の部分を倍分けしてるわけです。で、倍分けの、その倍分けの仕方が、この条件部ですね。に来てると。だから、この X1 かという値によって倍分けしてます。で、K っていうのは、状態なので、その全ての状態を取ってきて、それ上で和を取っているということになります。いいですか？だから、X1 の取り得る値になってですね。倍分けします。で、この和の中のですね、この和の中のこれですね。これが何なのかってことをとりあえず計算していきましょう。だから、この部分で取り出します。で、取り出しました。じゃあ、これなんでしょうと考えていきます。で、まずですね、一番初めの部分、この部分っていうのは、この下に書いてある演習問題が書いてありますけども、これを使います。これは何かっていうと、C という条件のもとで A かつ B が起こる確率っていうのは、B かつ C という条件のもとで A が起こる確率かける C という条件のもとで B が起こる確率になります。で、まあ、これは演習問題なので、これやってほしいということになりますね。で、それを使って書き換えます。書き換えました。ですかね。A かつ B。で、A はここに出てきて、A はここに出てきてですね。で、B はこことこことここですね。で、C は、出てますね。なってますね。はい。で、これ書き換えました。で、書き換えたらどうするかというと、次に、この初めの部分ですね。そうすると、これは何言ってるかっていうと、X0 が何体で、X1 が K であるという条件のもとで、X2 が何でしょうってことを聞いてるんですけど、言ってるんですけども、今考えているのはマルコフレンズなので、X2 が、の状態が、時刻2における状態が J であるという確率は、一つ前の時刻の状態にしか依存しません。先ほどのマルコフレンズの定義式の1番っていう式でしたね。だから、この X0 の部分、まあ、これ消せます。で、消したら、これになると。ということですね。いいでしょうか。で、こうなります。はい。で、次はですね、ここの部分もう一度見てみましょう。そうすると、これは、時刻 X1 から時刻1から2に遷移するときの確率を書いてるんですけども、その遷移する確率というのは時刻によらないと言ってましたから、これは時刻0のときから1のときに遷移する確率と同じですということになります。これは定義式の今の方ですね。これを使っています。はい。それで、どうなるか。この、後ろの方見てみましょう。これはですね、今、条件が X1 イコール K になってるんですけども、この条件の部分を、結論の部分を入れ替えましょうと。入れ替えました。で、入れ替えても、この確率同じになりますよっていうのは、ベイツの定理とよく言われているものの、まあ、一番簡単な場合になるわけです。まあ、これは、まあ、ベイツの定理と言ってますけども、この簡単な場合は、本当に条件追加確率の定義そのものだと、そのものから簡単に導けると思ってください。なんでかっていうと、これ両方とも、ここに書いてある式は両方とも、A かつ B の確率に等しいからですね。はい、なので、これは言えるということになります。で、これを使いました。使って書き換えました。書き換えた。はい。で、そうすると、今、この、青かった部分が、今、計算結果が出てきたので、これ書き換えられるということがわかるわけです。うん。いいですかね。で、そうすると、今、ここに分母にあった、この、X0 イコール i の確率っていうのは、ここにもあるので、これは消えるわけですね。この、
確率っていうのは、K に依存しませんから、前に出せて、分母分子消えるということになります。で、そうすると、この部分残るわけですね。その部分残ります。残ったものを書きますね。残ったものを書きます。はい。で、残りました。で、そうすると、これ何でしょうって言われると、これは、時刻0の時の確率、状態が K の時に、時刻、1の状態が J である確率。と、後ろは時刻0の状態が I である時に、時刻1の状態が K である確率。こういうふうになっています。だから、これは、そもそも、先ほどの小さな文字 P で書くと、これ PIK ですね、後ろ側はね。I から K に移る確率。で、前の方は K から K に移る確率なんで、これは PKJ になります。で、その2つの積の和になるということになるわけですね。ということで、これが書くとこうなります。で、まあ、これ順番をちょっと入れ替えますけども、入れ替えるとこうなりますね。そうすると、これは行列積の定義を思い出すと、P の2乗の大 IJ 成分に等しいと。なんでかっていうと、P の2乗考えてみると、こうなっていて、で、この部分、これ何をやってるかっていうと、初めの行列の大 I 行を取ってきて、次の行列の大 J 行を取ってきて、この2つのベクトルの内積がちょうどこれになってるわけです。そうすると、これは B の2乗の IJ 成分になるということになります。で、これで、初めの例で、天気のところでやった通りの、この行列積の成分として、2日後の様子、だから時刻2における状態が得られる確率というのが定まりますよということが証明できたわけです。いいですか？で、それを、まあ、ここにちゃんと定義書きます。今やったのは、この t が2の場合なんですけども、同じことを、まあ、機能法を使って t を進めていくと、pij の t っていうのは、行列積 p の t 乗の大 ij 成分に等しいということが言えます。だから今やったのは、この t が2の場合の証明を行ったんですけども、それを、の考え方をもとにして、機能法を使っていくと、任意の t に対して言えます。言えます。言えます。ちなみにですね、この式は t が0の場合でも正しいんですけども、t が0の場合には、この p の0乗っていうのは、単位行列のものですね。単位行列。で、そうすると、先ほど言った通り、まあ、その対角線は全部1で、ここは全部0って形になってる。という形になるっていうのは、先ほど説明した通りですね。なので、これも正しい。これが、こうなるので、ここに書いてあることは G が0でも正しいということになります。はい。でも、今言った通り、今導いた方法は T が2の場合に行った特別な場合ですけども、その考え方を、任意の T に一般化して、するためには、t に関する機能法を使えばいいので、それは演習問題としてやってみてください。はい。で、このことから何が言えるのかっていうと、例えばですね、p の、どうしようかな、t プラス s 乗っていうのがあった。これは行列積ですから、これ p の t 乗かける p の s 乗になります。まあ、当たり前で言えば当たり前ですね。ってことから何が言っていたかっていうと、時刻 t プラス s における状態の確率を知りたかったら、知る場合には、時刻 t における確率と時刻 s における確率っていうのが分かればいいと思います。で、まあ、それを書くと、まあ、こんな形が書ける。各成分に基づいて書くと、こんな感じで書けるということになります。で、まあ、普通はこっちの方を、チャップマン・クロムゴフ方程式ということがあるんだけども、まあ、我々が考えている状況では、まあ、この行列式を考えることによってこれが導かれるので、まあ、本質はこの行列式の方にあるというふうな見方をして、こっちの方をチャップマン・クロムゴフ方程式と呼ぶことにしています。で、これは今言った通り、まあ、ここからすぐに出てきますから、簡単にわかると。この上の、定理を認めれば簡単にわかるということになります。ここまでいいでしょうか。で、まあ、これによって、マルコフ連鎖の時間発展っていうのは、この行列積を、まあ、順次計算していくことによって分かるということになります。これはですね、非常に重要で、いわゆる線形代数ですね。線形代数のいろんな、プログラムというか、ソルバーというか、まあ、あってですね、非常に大規模な、
ものでもですね、計算が早くできるように今ではなっているんですけども、そういうものを使ってですね、こういうマルコフレンズの時間発展っていうのを解析できるということになるわけです。で、まあちょっとやってみましょうか。で、だから先ほどの、これは例ですね。で、これは、これ手で計算したのかどうかは別にして、まあこんな形で、まあ2日後の部分、こんな感じで計算できる。で、これはだから3日後、4日後、5日後、6日後っていうのも、この P の3乗、4乗、5乗、6乗っていうのを計算していけば、順次求まるわけです。これは嬉しいですね。だから例えば365日後、どんな確率になりますかってことも、この P の365乗っていうのを計算すればできるわけです。で、まあ365乗とかっていうのはですね、手で計算するってことはあんまりしたくないので、やっぱりまあコンピューターを使って計算したりするわけです。で、計算したらこんな感じ。ちょっと図が荒くて申し訳ないんですけども、これどういう図かというと、ここにはですね、9個の線があります。で、9個の線があって、で、これ何かというと、この P のなんとか乗の各成分ですね。成分が9個あるんですけども、その各成分がどのように推移してるのかって、推移すると、変わっていってるのかってことを書いてます。で、横軸がキーです。横軸がキーです。そうですね。で、t1 から書きますね。t が1の場合ってのはこの p そのものですね。が書かれていて、で、その時には、まあ、いろんな値をこの、行列取っていて、それは特に、まあ、こんな形になっちゃうんです。で、p の2乗を見ると、なんか、このような値になって、9個の成分ですね。こんなような値になって、p の3乗を作るとこんな感じで、こういうふうにやってるとですね、なんかこの9個ある成分が、なんか、二つのところに分かれて、ある種の値を取るような形に見えるんですね。で、この上のところですね。これはどこに行ってるかというと、これは8分の3って値なんです。大体。8分の3という値。下の方はこれ4分の1って値です。で、どんなことになってるかっていうと、まあ、これ下に書いてあるのはこれ観察ですけど、何かっていうと、これ上に行ってるのは何かっていうと、この FF とか CF とか RF、あるいは FC とか CC とか RC の確率ですね。何でかっていうと、ちょっとこれ、ちゃんと言わないと分かんないかもしれないけど、これは何かっていうと、時刻、t、あ、0だな。すいません。時刻、0における状態が、r である、とき、時刻、t における状態が c である確率ですね。確率。この r がこの部分 r で、この c っていうのがこの c ですね。これ c ですね。で、t はここにこう書きます。こんな感じですね。で、それが t を大きくすると、t を無限大に持っていくと8分の3、ここですね。に行ってますよ。収束してますよ。という感じに見えるわけですね。で、それが、この R と C が、R と C じゃない場合でも、どっかにそれ、その確率が T を大きくすると、収束してますよって感じに見えるわけですね。これだから観察です。で、これ実際にですね、この P っていう行列はあるわけだから、そこから、これ393の行列なんですね。これ頑張って計算すれば、ちゃんとこの、各成分がどこに属するのかってことは、これ計算できます。で、実際にこれ計算すると、何計算すると、本当にそうなるっていうことがこれ言えます。数学的に。でですね、だからそれはちょっと頑張ってやってもらう必要があるんですけども、これは言えます。この P の T 乗の特徴って言ったのは、各成分が t に依存する形になるんだけども、その t を無限大に持っていくとこうなるという感じですね。で、これを見るとですね、いろんな、観察があります。で、一つはそもそも、これが存在する。いろんなものに対してですね、極限が存在するかってことは、皆さんですね、慎重に考えていただく必要があるんです。何でもですね、極限があるわけじゃないので、だから、この場合はですね、先ほどのこの天気の例の場合は、この極限に存在するという形になったわけですね。で、この行列が、もっと、なんか、特殊な性質を持ってるなという感じのことは何かっていうと、行を見ると、
すべての行と同じなんですよ。で、これは、なんか不思議な感じがするんですよね。なんかその、この P の P 乗っていう行列を実際に、まあ、T に依存する形で計算してみて、その T をなんか無限大に持っていくと、なんか、極限っていうのは存在するっていうことは、まあ、あってもいいかなとかっていうふうに思うんだけども、その時に、各行が同じになるっていうのは、なんか不思議な現象だなっていう、まあ、気がするわけですよね。気がする。で、まあ、これが何なのかってことは、後で、いろいろと考えます。で、まず、ちょっと考えてほしいのは、こういう現象がですね、今この例では観察できるんだけども、こういう現象がですね、どんなマルコフ連鎖に対しても、起こるのかどうかってことを、まずちょっと気にしたいわけです。先ほど言った通り、この極限っていうものはですね、必ず存在するかどうかってことは、まあ、気にしたいんですよね。数学的には。で、まあ、それだけじゃなくて、応用上も気にしたいわけですね。本当に極限があるんだったら、その極限からですね、いろんなことが分かったりするんですけども、まあ、そういうものがないこともあり得るんですよ。で、実際にない例があります。で、それをまず紹介します。で、こういう、マルコフ連鎖。これは、あれですね。占有率、対行列を書いてます。対行列で P を書いてます。で、対応する、これ何でしたっけ？状態遷移図を書いています。ですね。そうするとこれはですね、すごく、これ周期的なんですね。すごく周期的で、なんか周期的であることの度合いをあんまり言ってもしょうがないですけど、これすごく周期的なんです。すごく何なんだろう。周期的なんですね。まあ周期的ってことを、定義してないから、周期的って何なのってことになりますけど、これは必ずこれぐるぐる回るんです。必ずぐるぐる回るというのは何かっていうと、例えばですね、今日、時刻 t において、あ、時刻0において、1という状態が実現しているとします。で、そうすると、次の時刻2において実現する状態っていうのは、2でしかありえないんです。で、次の時刻2において、時刻3においては3という状態しかありえません。で、時刻4においては1という状態しかありえない。こんな形になるわけです。だから、状態は、t 時刻を3で割った余りに依存します。この場合。だから t を無限大に持っていっても、無限に持っていこうとしても、その無限、なんて言うんだろう。その t を3で割った余りっていうのは、どこにも収束しませんから、これ実際だから収束しないということになります。収束しないというのは、p の t 乗を考えても、p の t 乗の極限が存在しないという形になります。で、実際にこれ計算したらこんな感じ。今、こう、9個、値があるわけですけども、例えば、今言ったのは1から始まって、1から、ここに見えてるものでやらないといけないんで、これやりましょうかね。これは何なのかっていうと、3、1。これ3、p3、1なので、時刻0において、じゃあ時刻1において3にいるときに、時刻2、違う、時刻0において3にいるときに、時刻1ではどこにいるでしょうということを考えるということですね。で、それは、時刻1において3にいるので、次の時刻に必ず、すみません、時刻0で、ちょっと、今、混乱したので、もう一回、言い直しますね。すいません。今、ここに考えているのが、時刻0の時に3にいるという条件のもとで、時刻1の時に1にいる確率は何でしょうということなので、それは1になります。これですね。P3、これですね。1になります。だから、この色ですね。ここですね。まず1になりますね。で、これどういうふうになっているかっていうと、100100100100100、こういうふうにするんですよ。いいですね。で、これどっかに収束してるかっていうと、これ収束してないというわけですね。先ほど言った通り、この時刻を3で割った余りに従って、1か0かって値を取るという形になったわけです。で、こういうことは起こり得るわけですね。起こり得るわけです。で、逆のことを言うと、実はですね、こういうふうなのが周期的にならない場合、周期的って定義してませんけども、こういうのがそのぐるぐる回らない場合っていうのをまあちゃんと定義してますけども、ぐるぐる回らない場合には、
先ほど言ったことが起きます。先ほど言ったことが何かというと、P は T 上の極限が存在して、すべての行の、ベクトルが、すべての行がベクトルとして同じになります。で、それは後でちょっと説明するんですけども、まずです、そもそも、こういう、その極限度ですね、各行がすべて同じであるってことが起きると、それはまあどういうふうにそれは解釈されるべきなのか。つまり、これがですね、このマイクロフレンサーを解釈するという意味において、どのような重要性を持つのかってことをちょっとまず考えたいと思います。で、そのためには何をするかっていうと、0日目が晴れであるときも、そうであると仮定しましょう。で、じゃあ十分時間が経った後の天気はどうなのかってことを考えます。で、今、0日目が晴れであるってことを表す、確率分布を考えます。それはこれです。これです。で、これは何かっていうと、だからこれは今 FCR、FCR っていうふうに、この行と列に、ラベルが振ってあるんですけども、このベクトルにも FCR っていうふうに、ラベルが振られているとします。で、今ですね、この F の部分が1になっているとは何かっていうと、今現在、まあ、0日目の、天気を表す確率分布がこのベクトルで、与えられているんですけども、その確率分布において、その天気が F である確率が1である。つまり、もう晴れてますよと。確実に晴れてますよと。いうことになっているというふうにしています。で、そうするとですね、ここに書いているのは何かっていうと、T00 の T の T 乗っていうものの T を、ちょっと理解できなかった。の T を無限大に持っていたものという形になるわけです。で、そうすると、これはですね、何を表すのかっていうと、100という確率分布が、この時間発展によって、このマルコフレンサーによって、どういう確率分布に変化していって、最終的に収束するのかってことを表しておくと思います。で、それはですね、これ、まあ、計算すると、これ100ですから、これとこれ、もう一つこれ、これと。で、形の、内積を掘って、ベクトルを作ると、これ8分の3、8分の3、4分の1なわけです。だからこれは、まあ、その初めの行がそのまま現れているということなわけですね。だから何を言ってるかっていうと、0日目が晴れであった場合には、時刻が十分大きくなって、まあ、t が無限大に行くような時には、最終的に、そこの t が無限大のところの天気の確率分布っていうのは、晴れが8分の3、曇りが8分の3、雨が4分の1になりましたということが、まあ、言えるわけです。で、今これは、0日目が晴れであるときの話をしたんだけども、この無限大に飛ばしたときの極限の、行列っていうのは、すべての行が同じなので、0日目が晴れであったとしても、実はこれが曇りであったとしても、雨であったとしても、ここに最終的に出てくるベクトルは変わらないわけです。じゃあ全部、それは何でかっていうと、この行列の行をどれか一つ選んでるってことを実際はしてるわけなんだけども、この行はどれも同じだから答えは変わらないわけです。だから何を言ってるかっていうと、0日目の時刻、天気が晴れであろうが、曇りであろうが、雨であろうが、そこからその天気が時間発展していって、最終的に街が無限大にすごく大きくなったと考えると、その時の天気を表す確率分布っていうのは、どれも同じになりますって言ってるわけです。いいですか？で、これは今、0日目が晴れとか曇りとか雨に決まってる場合の話をしてますけども、そうじゃなくて、例えば、それが全然わかんなくって、例えば、それぞれ3分の1ずつの確率だったらします。で、そうであったとしても、ここで計算して出てくるのは、やっぱり、この行と同じになるわけです。それなんでかっていうと、これ、内積を考えると、これ3分の1、3分の3分の1なので、ここに出てくるのは何なのかっていうと、はじめの行に対して3分の1をかけて、それに、2番目の行に3分の1をかけたものと、3番目の行に3分の1をかけたものを足し合わせたわけです。だからこれは、この、同じ内容である行の前の係数が3分の1プラス3分の1プラス3分の1になっている形になっていますから、何て言うかわかんないですね。だから、この計算結果っていうのは、つまり何かっていうと、これは、3分の1プラス3、ちゃんと書こうかな。3分の1かける、8分の3、8分の3、
4分の1プラス3分の1かける8分の3、8分の3、4分の1プラス3分の1かける同じベクトル。というのが形になっているんです。で、このベクトルの部分全部同じ。で、係数3分の1ですから、3分の1足す3分の1、3分の1は1だから、この結論が得られるという形になるわけですね。で、これは今、これ3分の1、3分の1、3分の1だったから、ここの部分、係数3分の1、3分の1、3分の1なんですけども、まあ仮にこれが3分の1、3分の1、3分の1になって、どうしようかな。2分の1、6分の1、3分の1。とかだったら、この係数がこれ変わるわけです。2分の1、3分の、6分の1、3分の1。だけども、これ確率分布ですから、ここの、ベクトルの、成分の和っていうのは必ず1になるわけです。だから、そうすると、これどのような、この、数値が、この確率分布の成分として現れていたとしても、このように計算した結果は必ず、8分の3、8分の3、4分の1になるわけです。つまり、何言ってかっていうと、0日目の天気に関して何の情報がなくても、十分時刻が大きくなる。t が無限大に近づく。時には、その時刻における、天気の確率っていうのは、8分の3、8分の3、4分の1になります。ってことがわかるわけです。それがここになったんですね。どの初期状態の確率分布から始めても、同じ確率分布に収束します。この場合はその8分の3、8分の3、4分の1ですね。で、その収束性の確率分布っていうのは、この p の t 乗の極限の行に等しいということになるってことが起きます。で、これはまあ直感的にはそういうことになるんじゃないかなって気がするわけですよね。だからなんだろう。今ですね、だから我々この、生活していて、まあ、この、我々の日々の生活における天気というのがこのような形な、なんかマルコ・フレンサのような形で、推移していると、まあ、仮定すると、まあ、なんかある統計的なものがあって、年間ですね、何日晴れて何日雨が降って何日曇りが起きるとかってのは、まあ、大体そう、まあ、決まってるわけで、で、その時にですね、その大昔のですね、その宇宙が始まった時、地球が始まった時のなんか天気とか、これ気にしてないわけです。で、気にしてなくても、まあ、今分かったわけですね。そうだから、この説明があんまり良くないかな。だから、なんていうんだろう、その時の天気が、その、地球が始まった時の天気が何であったとしても、今得られている、その、この、天気に関するクイズ分布っていうのは、まあ、変わらないということを、まあ、これ意味していると思ってください。ちょっと、例えが悪いかな、今のね。例えが悪いんで、もし、いい例えが見つかったら教えてください。はい。ということになります。で、ということなので、こういう風な形で、p の t 乗の、極限が存在して、なおかつ、その時に全ての量が等しいことになっていると、まあ、嬉しいことが起きているかなっていう、あるいはその直感的に、起きていてほしいかなっていうようなことが起きているというようなことになるわけです。で、先ほど言ったように、まあ、これが起きるとは限らないわけですね。その極限が存在するとは限らないわけなので、じゃあ、今言ってきたことをもう少し、いろんな用語を使って、紹介したいと思います。で、それが最後の部分ですね。この、マルコフ連鎖の定常分布って話です。はい。で、水行列 P を結ばれた連鎖を考えます。で、まあ、これは今 N かける N としてください。N かける N。だから、状態数が N ですね。で、確率分布 π っていうのが P で定められるマルコフ連鎖の定常分布であるとは何かというと、πP が π であるということを表している。だから、これは、先ほどの考え方で言うと、今、π という確率分布で今の状態が決まっているとすると、それによって、p によって1回時間発展をすることによって、その、確率分布が π のままである。ってことを意味しているというふうに思ってほしいわけですね。だまあ、そういう意味では定常なわけです。定常なわけです。定常なわけです。でちなみに、この確率分布って言ってるのは何なのかってことを、ちょっとちゃんと定義しておくと、人間の i に対して ii っていうのが、πi は0以上1以下であるってことと、この、π1 から πn を全部足すと1になる。ってことを、まあ、意味してます。確率分布があるとね。はい。で、まあ、行列を使わずに書くっていうのは、これは、無視してっていうか、まあ、これは、そのまま書けるのでいいとして、
線形代数の言葉を使い、これはですね、ベクトルと行列で書いてますから、まあ、線形代数の言葉を使うと、πp イコール π ということで、これ π はですね、これ固有ベクトルなわけです、この p の。で、その時の固有値が1になっているということですね。で、まあ、右固有値とか、右固有ベクトルっていう言葉で言ってますけども、まあ、普通に固有値、固有ベクトルだと思ってますから構わないです。で、1が P の固有値で、それに対する固有ベクトルを幾何化したものだった。幾何化したというのは何かっていうと、これ固有ベクトルであるだけだと、その固有ベクトルのスカラ倍っていうのも固有ベクトルなわけですけども、これが、確率分布であるためには、成分を足して1でなくてはいけないということになっているので、まあ、その意味で幾何化というふうに言っています。普通なの幾何化っていうと、ノルムを1にするかっていうことを意味するかもしれませんけども、まあ、ここにの幾何化っていうのは成分が1であるということだと思っています。はい。で、なおかつですね、成分は0以上じゃなくていけないので、まあ、それによって符号もちゃんと決まるということになります。はい。でですね、一応、なんか、なんで定常分布というのかっていうことは、ここに書いてあって、これ先ほど言った通りその、時間発展をすることによって、確率が変わらないということを意味しているということですね。はい。で、先ほどの、極限の話があったんですけども、実はその極限とこの定常分布っていうのが関係していることを書いているのが、この命題です。で、これはですね、ちょっと時間内にも証明できないので、省略はするんですけども、まあ一応重要なことなので述べておきます。何かというと、今この正行列 P を持つマルコフレンサーを考えるんですけども、このマルコフレンサーを表す行列 P において、ある自然数 M が存在して、P の M 乗の成分が全て正となるとき。これ仮定です。M は1でもいいし、2でもいいし、3でもいい。ある自然数 M です。まあ、0でもいいんだけど、P の0乗は、単行列ですね。で、まあ実はその P の0乗の場合、この下に書いて、P の0乗は、その成分全て正となりませんから、まあ、M として0が選ばれるとはありません。で、だから、まあ、そういうふうに思ってもらって、まあ、その P の M 乗の成分が全て正となるような M が存在するとき、次が成立します。この二つが共に成立します。で、まず何かというと、このマルコフレンサーにおいて定常分布が1に存在します。一つしか定常分布はありません。ただ一つだけ存在する。で、なおかつ、この、P の非常の極限っていうのは存在して、その、これだから行列ですね。この行列の各行が π になる。だからさっき起こっていることが起き、さっきその天気の例で起きていることっていうのが、この過程が成り立っていれば必ず起きます。ということを言っています。ですかね。これもまた後で例で言います。で、まあこれ証明はしないんですけども、証明のためにはですね、ペロン・フロベニウスの定理っていう線形代数の定理があるんですけども、まあそれを使うことが、まあ、標準的な証明で、まあ、もし興味がある人はぜひ調べてみてください。で、だから、これからですね、この、難しい命題から、まあ、これ今後、これ、まあ、使って良いとするんですけども、ここは何が分かるかっていうと、ここに書いてある、仮定が満たされるとき、この仮定のところですね。この上の仮定ですね。このときには、どの初期状態から始めても、一位な定常分布に収束するというのが分かるってことは、先ほどその例で、天気の例でやったようなことと同じことが言えるわけです。ですね。ということで、じゃあ実際に定常分布、どんなものがあり得るのかということを考えてみて、これ先ほどの天気の例ですね。P です。でそうすると、これは、P の1乗の、各成分が、正であるというふうになっているわけなので、先ほどの、難しい定理を、命題を信じれば、なんだっけ、定常分布存在します。定常分布じゃ計算しましょう。で、例えばその、定常分布1に存在する。1に存在する。1個が存在したいと思います。じゃあ、実際にこの π を8分の3、8分の3分の1とすると、で、πp を計算すると、確かに π と等しくなるので、あ、この π というのが、マルコフレンスの定常分布だなっていうことが分かって、これ以外に定常分布がないと思います。それは重要ですね。これ以外に定常分布はない。なおかつ、先ほどの難しい命題を信じれば、これですね、リミットの P の形状存在して、その行、各行が π に等しいということになる。だから何を言ってるかっていうと、
リミット P の T 乗っていうのが、πππ になると。これは、全部加工すると、8分の3、8分の3、4分の1、8分の3、8分の3、4分の1、8分の3、8分の3、4分の1。こうなるとですね。いいでしょうか。だから、さっきですね、この P があって、P の T 乗を計算して、T を無限大に持っていくとこうなりますよ。こうなりますよっていうふうに言ったんだけども、実は私はその計算してなくて、計算してるのは、こっちの、定常分布の方です。定常分布を計算して、先ほどの、命題の、仮定が成り立っているということが分かっていれば、そこから、この P の T 乗の復元っていうのが、これにかけるということが、まあ、分かるから、それを使って計算したという形になっています。では、実際にですね、この π をこうすると、っていうふうに書いてますけども、実際皆さんが、定常分布を求めようと思うときには、むやみやたらにですね、試して、この πp イコール π が成り立つような π を見つけようと思っても、これ見つけられませんから、もう少し組織的に見つける方法を考える必要があるわけです。まあ、だからそれはですね、線形方程式を解けばいいわけです。それは何かっていうと、πp イコール π という、これは方程式なんです。方程式。で、未知数は、これ P が、3×3 行列ですから、π1、π2、π3 っていう、なんだっけ、π1、π2、π3 っていう、実数になるわけです。で、未知数が3つあって、この、方程式には3つ、式があるので、解けるかなっていう気がするんだけども、皆さんの線形代数の知識を、ここで活用すると、この p っていうのはランク落ちしてるんですね。この今、p は各行の和が1になっているので、ランク落ちしてるんです。ランク落ちっていうのは、この行列のランク3じゃない、回数は3ではないんですね。だから、この方程式は、一筋縄では解けません。解けません。ので、一筋縄では解けないっていうのは、この、だからいわゆるですね、固有ベクトルを求めるっていう、方程式を考えるときと、まあ、同じ、ことになっているわけです。だけども、この π は実は、定まって、一つに定まって何でかっていうと、この他にもう一個、この π1 と π2 と π3 の和が1でなくてはいけないっていう条件が、この π っていうのは確率分布であるという条件から出てきます。で、これを全部連立すれば、この π というのが1に定まります。で、それをここではやっています。で、まあ実際にこの π イコール π1、π2、π3 としたときに、この式から得られる方程式を4つここに書いています。で、そうすれば、あとは、まあ、これ一次方程式ですから、まあ、頑張って解けばいいわけですね。で、まあ、解いてあげると、ちゃんと、π3 の4分の1、π1、π2 の8分の3という形の結論が出てきます。はい。まあ、これはちょっと、興味がある人は見てもらっていいですし、自分でできる人は自分で計算してみればよいというものになります。はい。じゃあ、別の例を見ましょう。これは先ほどですね、極限がないといった例です。極限がないといった例です。でもこれは極限がないんだけども、極限がないんだけども、定常分布は存在します。これがややこしいですね。まあ、先ほど言っていたのは、先ほどのその仮定が成り立てば、極限が、定常分布が1に存在して、それが極限で、なおかつ、P の T 乗の極限も存在して、極限の各行が π になるというふうに言ってたんだけども、この例は、P の T 乗の極限は存在しないって先ほど見ました。で、もう一回次のページでそれを確認します。で、そうなんだけども、マルコフレンズの定常分布は存在します。はぁ、とかですね。で、まあ、これは、例えば、3分の1、3分の1、3分の1とすると、実際これ πp イコール π ということが言えるとなりますね。これ、ま、計算すればわかる。で、まあ、先ほども見たとおり、この P の T 乗の復元が存在しないんだけど、なんでかっていうと、先ほどの言ったように、周期性があるからです。周期性があるってことはどういうことかっていうと、まあ、ちゃんとやると、まあ、P と P の2乗と P の3乗と P の4乗を計算しましょう。そうすると、P の4乗が P に戻ってきます。で、P の2乗と P の3乗と P は全部違います。全部違いますね。何かっていうと、この何乗かっていう部分は、その部分、を3で割った余りで、その P なのか P の2乗なのか P の3乗なのかってことは、これ決まってくるわけです。
で、それがぐる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 回るので、極限存在しないということになります。ですかね。だから、これは、だから、まあ、それがその周期的っていう言葉で言いたかったことなんですけども、まあ、そういうことになるということです。はい。だから、注意してほしいのは、極限がないからといって、P の定常の極限がないからといって、定常分布がないとは言えないということです。で、別の例ですね。これは全く別の例で、これ先ほども出てる、ね、例なので、ちょっとこれまず状態遷移書くと、まあ、状態が1、2、3。1、2、3だとすると、3つの状態がありまして、1、2、3とね。で、1から2に行く確率が2分の1で、1から3に行く確率が2分の1。で、2から2に行く確率が1で、3から3に行く確率。こうです。こういう、状態遷移図を持つマイクロフォレンサーになってます。そうするとこれ、ちょっと、この図を見るとですね、この図がやっぱり強力で、図からいろんなことがわかるんですけども、例えばですね、1という状態に今、時刻0って言ったら、次の状態は2か3なんです。で、2か3に一旦行ったら、もうそこにですね、囚われます。囚われます。2にずっといます。このせいで。3に行ったら、もう3にずっといます。ってことですね。そういう、マルコフレンズです、これは。で、これはですね、またややこしい例で、まずですね、定常分布はあります。で、例えば、これ001とすると、これ計算すると、πP イコール π になります。これは、だから001って何かっていうと、時刻0の時に、3にいますよと。3に確率1でいますよと。いうふうに言ってるんです。そうすると、ずっと3に囚われたままで変わりませんと。そうすると、今ですね、001が定常分布だってことは分かったんですけど、同じことを考えると、実はですね、例えばこの μ として、μ というのを010とすると、この場合はですね、この時刻0において、状態2にいることになります。そうすると、2にいるとずっと2に居続けることになりますから、この μ も、このマルコフレンサの定常分布です。いいですか？で、ですね、演習問題にあるんですけども、この、二つ別の今、定常分布があるんですけども、この二つの定常分布の、まあ、中点って言っていいんですかね。だからこの場合、例えば、だから、二分の μ プラス、あ、えっと、この時、2分の π プラス μ じゃないですかね。π プラス μ。これも定常分布になります。で、こんな感じですね。定常分布と定常分布があったら、そのまあ中点と言っていいですかね。この中点に対応するベクトルっていうのも必ず定常分布になります。ということで、この場合はですね、定常分布は無限にあることになります。この場合ってのは、このマルコフレンスですね。このマルコフレンスによっては定常分布無限にあるということになります。で、そうすると、何が起こるのかっていうと、先ほどの何が起こるかじゃなくて、だからこれはですね、この P を何乗しても、すべての成分が、正になるところないわけですね。もしそうだったとすると、定常分布が1に存在する必要があるからですね。だから、これ何乗してもすべての成分が正になるということはありません。一方で、これはですね、P の2乗を計算すると、これ P と等しくなります。これを計算すれば分かります。なので、P の T 乗の極限っていうのは P そのものです。だから、これが、リミットの P の T 乗そのものなんです。で、そうすると、この行列においては、この極限の存在するのに、この極限においては、すべての行が同じにはならない。ですね。だから、極限が存在するとしても、すべての行が同じになるとは限りません。で、それが起こるための十分条件が、P の T 乗、だって P を何乗化したときに、すべての成分が正になる。ってことです。で、この場合はそれが起きませんから、起きませんから、P の T 乗の極限はあるんだけども、すべての行が同じになるわけではないというような現象が起こるということになります。
ややこしいですけども、先ほどのその難しいと言っていた命題をちゃんと理解しようというときには、どういう過程のもとでどういう結論が成り立って、その過程が成り立たないときには、何が成り立つ可能性があって、何が成り立ってないことになるのかということをしっかりと、論理的に、理解するということが重要ですので、それは気をつけてください。はい。では、今日のまとめをします。今日はアルコフレンサについていろんな概念を紹介しました。はじめに水行列と状態性演算を用いて表現するという方法を紹介しました。で、チャップマン・クルモーロフ方程式を使ってアルコフレンサの時間発展を表現するという話もしました。で、最後に規定上分布という話と、この水行列の力場の表現がどういう関係を持っているのかという話をしました。はい。で、次回は、この講義の最終回になりますけども、そこでは、このアルコフレンスを使って、2つぐらいの、現象の解析をしていこうと思います。はい。では、今日の講義はこれで終わりになります。ありがとうございました。